忘れるものかや。しまった。何かを探し迷い路を行く。なぜあなたは言葉一つ残さず。気高き姿とこしえ語り継がれよう。私は、いや、私には思い続けた人がいる。てめえの因果話なんて知ったことか。切って切って切りまくれ。地上に降りた天使様の仮の姿なんだって。それじゃ僕が絵を描いてあげるよ。無理だよ、飛んでる鳥を描くなんて。形を追おうとするからダメなんだ。メロッキーはどこに。なんであんたに答えなきゃならない。ロレンゾ様から訴えがあったのだ。何が不満なのだ。お前のためを思ってのことではないか。よくもそんな。この婚約は兄上が教皇からイモラの地を奪うためのものではありませんか。私の死であるアンドレア・デル・ベロッキを釈放してください。それから工房の営業停止の撤回を。お前のように才能ある者がフランチェスコ・パッツィのために絵を描くなど罪にも等しい。真っ白な鳥は地上に降りた天使様の仮の姿なんだって。二度と逃げられんよ。その羽をへし折ってやらねば。やめて。もしも奴がいなくなれば何もかもお前の望み通り。みんな不安なんだよ。注文のほとんどはレオナルド目当てだったから。私に待っているのは許しではなく神の裁きのような気がして。恐れることはない。いた。お前に捧げよ。我が娘とジュリアーノ、そしてフィレンツェとミラノに。ミラノとフィレンツェに。なぜ黙って村を出た。その才能を邪魔する優しさなどもう捨ててしまえ。俺が描きたいと望むのはロレンツォが愛する女です。オーケー、行け。ここは私に任せろ。君の愛を勝ち取る力を。神は我らに微笑まれ。抑えられない欲しさが今触れ出す。だがその美しさもしも他の男の目を喜ばせているのなら、私は容赦なくお前を傷つけるだろう。あなたを傷つけるくらいなら。君は罪なんか犯しちゃいない。自分を信じるんだ。